はい、よいたのニュースチャンネルです。今回はですね、以前も取り上げたのですが、富山県の氷見市にありますマンガロードですね、こちらに関する新しい記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介したいと思います。はい、まず記事はこちら、こちらですね、北陸信越観光ナビからです。まあこんな感じなんですけどね。はい、ではこちらですね、ドーンと座って記念撮影、氷見にもぐろ福蔵ベンチとあります。根元は北日本新聞からですね、記事を読んでいきます。氷見市出身の漫画家、藤子不二雄 A さんの作品、笑うセールスマンの主人公、もぐろ福蔵のモニュメントを配置した、もぐろ福蔵のスマイルベンチの字幕式がいつか、同市元町、本町元町の、商店街にある私有地で行われた。隣に座って記念撮影ができ、インスタ映えするスポットとして人気を集めそうということですね。まあ、こんな感じですね。でまあ、これは後から、まあ、この写真を撮れば座れるわけなんですね。ベンチと一体化したこうモニュメントということで、販売店で、座って一緒に写真撮ってくださいよということで、この名前がもぐろ福蔵のスマイルベンチということなんだそうです。はい、では続き読んでいきます。ベンチは2人掛け、強化繊維プラスチックで製作されたもぐろ福蔵のモニュメント、高さ118センチが座った状態になっている。忍者服部君、からくり時計がある、港川でいいんでしょうか、から、南へ約100メートルの国道415号沿いにある。市議で、林正幸市長が、ブラックユーモアあふれるもぐろのキャラクターに触れ、毒を持って毒を制す、暗い世相と新型コロナウイルスを追い払ってもらいたい、なるほど、と挨拶し、萩山峰人市議会議長が祝辞を述べた。隣に座るときは一定の距離を保ってください。そうしないとあなたの心の隙間に忍び寄って話しかけてくるかもしれませんというソーシャルディスタンスを意識した藤子さんのメッセージも披露された。藤子 A さんですね、阿弥子先生のメッセージも披露された。子供の頃からワルセルスマンファンという高岡市中央町公務員、江端裕太さんは、作り組みが素晴らしく歓迎したと話し、早速スマホで記念写真を撮っていた。市は市街地中心に藤子 A さんのキャラクター像を並べたマンガロードを整備しており、中央町のバス停には、服や靴などの色が異なる木そのモニュメントがある。あ、なるほど、これは初めてというわけではないんですね。まあ、こんな感じです。高さが118センチ、まあ、ちょうどあの、まあ、子供の背丈ぐらいの大きさで座るとこんな感じという感じになりますね。はい、まあ、座っては3人座れそうな感じもしますし、まあ、子供座って大人座って、まあ、3名座るということもできそうだという感じですね。はい、こんな感じになります。はい、ですね、こちら氷見市に関してはですね、こういう感じでですね、これですね、氷見市藤子不二雄マンガワールドということで、こういう感じでマンガワールドがありまして、まあ、いろいろこう催し物ですか、展示などがあるんですが、まずその前にですね、こちら氷見市の、テレビ記者会見のこの記事、12月1日に発表しました、この記事をご案内いたします。こんな感じですね。まあ、こうぐっと見ていただくと分かるんですが、これですね、氷見市藤子不二雄 A マンガワールドの充実ということで、もぐろ福蔵のスマイルベンチがドーンと登場ということで、まあ、こちらでもこう案内が出ています。まあ、こんな感じですね。はい、先ほどの記事だった通りなんですが、これですね、はい、まず10月31日、ハロウィーン当日、カビスクのモニュメントに続き、それで前回もちょっと紹介しました、市内初となるキャラクターベンチ、もぐろ福蔵のスマイルベンチを設置しますということで、まあ、こんな感じですね。はい、これです。まあ、場所としてはこれなんですね、まあ、こういう感じで、樹脂製のものが行われますよというと、除幕式が12月2日に開催されましたと、まあ、こんな感じです。はい、まあ、その他こんな感じでいろいろ候補が出ています。ですね、ベンチの場所はこれなんですが、こちらの先ほどの戻りましたこのマンガワールドですね、まあ、こういう感じでいろいろ催事が行われていましてですね、ですね、これですね、マンガワールドとはというところをクリックしていただきますと、まあ、こんな感じでいろいろ詳しく出ていましてですね、まあ、こういう感じで阿弥子先生、藤子上英先生、阿弥子先生の略歴ですが、そういったものを掲載されています。ですね、ずっと下の方に行きますと、まあ、こういう感じでこういろいろありまして、これですね、はい、まあ、こんな感じでいろいろですね、こうモニュメントいろいろありまして、これですね、もぐろ福蔵の像というのは、まあ、すでにこういう方既出既に記事中にあった通り、袋の服の色が違った形で既にこう置かれているということみたいですね。こういう感じです。はい、でですね、こちらですね、こういう感じでいきますとですね、おそらくここに出てくると思うんですが、こういう感じですね、ずっと来ていまして、こんな感じです。まあ、こういう感じになってます。像は出てないのかな、像はちょっと出てないみたいですね。はい、見に行ってみてくださいということなんでしょう。で、まあ、ちょっと戻りますと、先ほどのこれですね、まあ、こういう感じです。はい、まあ、こういう感じで、いろいろ感じで、服部くんですとか、怪物ですとか、そういったもののプログラムされてますが、そういったもののキャラクターがあちこちに置かれています。まあ、このゆったりと散策していただくにはちょうどいいんじゃないかな。例えば、最近もコロナもありますけど、屋外をぼちぼち歩く分にはちょうどいいのではないかなというふうに思います。はい、まあ、先ほどのこれですね、中野橋のちょっと外れたところということですので、どこにあったんでしょう。
中の端、これですね。これ北の端ということですので、ちょっとこれ辺がはっきりわからないんですけれども、これですね。モグロフの像、ここから、これですね。これが既に置かれているモグロフの像。確かにちょっと、衣装が違います。まあ、こんな感じで、これ。で、中の橋というのがどこに当たるのか、ちょっとはっきりわからないです。ここですか。ここですね。それから、ここの中の橋の、こちらがですね、ちょっと外れたところのベンチですから、心当たりになるんでしょうかね。ちょですから、この、忍者服部君としんちゃんの像の、まあ、ちょっと斜め側というか、まあ、この辺りにおそらくあるのではないかな。まあ、近日中にこちらの、地図なども更新されるのではないかなというふうには思います。はい、こんな感じですね。例えば、こちら、忍者服部君のからくりとき、おそらくこの、ここクリックすると出ますね。こんな感じで出ますね。で、こちらの、しんちゃんですか、これ、今回ですね、なかなか可愛らしいところで出てます。ですまあ、おそらく近々、ここら辺りに、モグロフのベンチですが、スマイルベンチの像が更新されるのではないかなと思いますね。こういう感じです。はい。こんな感じになってます。その他、いろいろイベントですが、ニュースなどもこう更新されていますので、ぜひ見てほしいなというふうに思いますね。はい。こんな感じですね。こんな感じになってます。はい。こちらですね、今回紹介しました記事ですが、こちら関連サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、こちらの秘密の漫画などぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。